元気だね。体重はバッチリだね。元気だね。よしよし。ここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。
今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。スタートを切りました。12頭5番ドルニア、スタートのタイミングが合わなかった。注目の先行争いでありますが、レジェンドクラフトが先手を取りました。10番私かまけない、外から行こうというところ。3番赤手南郷、そして外からは4番ウィズアンティシペーション、それから7番ストラテジックチョイス、そしてそのうちに片のアメリカン、それからグリーフダンス、11番レインドリーム、その後ろでやりましょうか。チーフェアハート、そのうちドルニア、外から1頭9番エルグランセニョール、ちょっと離されまして8番サンクラシーク。流れるようにレースが展開されています。先頭を行く10番私かまけない、2馬身リード、そしてその後ろから3番赤手南郷、その外からはレジェンドクラフト、そして内からは4番ウィズアンティシペーション、この辺りちょっと離れているストラテジックチョイス、もう1頭2番カタノアメリカン、グリーフダンス、11番レインドリーム、その外にチーフベアハート、内を通って9番エルグランセニョール、それからもう1頭ドルニア、8番サンクラシーク。これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は私か負けない、積極的に行きました。前での競馬赤手南郷とカズン騎手、外を通ってレジェンドクラフト、そして4番手に4番ウィズアンティシペーション。さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。オレンジの帽子私か負けないが先頭、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。さあ先頭は私か負けないが3馬身リード、タタノアメリカンが3番手、外からはレジェンドクラフト、私か負けない、余裕がある、私か負けない、これはもう楽勝です。タタノアメリカンが2番手、私か負けない、1着1番人気に見事応えました。あー疲れた。休憩していい？